大量の汗をかいているということで、제가앞에서이렇게이땀을많이흘리고있기때문에히터를켜してくださいました그래서이히터를끄셨습니다ありがとうございます감사합니다私の頭があまりにも輝いているということで、제머리가너무나빛난다고하셔서、明かりを消してくださいました。그래서빛을이저전등을꺼주셨습니다。ありがとうございます。감사합니다。それでは2回目はヘブル1章ですが、아두번째는히브리서1장입니다만。さて今回はちょっと情報量が少し多めなので、아이번에는정보량이좀많기때문에조금 KTX に乗ってる感じで、KTX에를타는느낌으로ついてきてくれますか？아따라와주시면좋겠습니다。はい、じゃあまず、자그러면우선ヘブル書の全体をざっくり理解まずします。우선히브리서전체를대략이해하도록하겠습니다네これ全部出しましょう、네、ヘブル書は全部で5つのブロックに分けることができます히브리서는전체를5개로나눌수가있습니다皆さん聖書を学ぶ時のこれは鉄則ですが여러분성경을공부할때이것은철칙입니다만まず大きな地図をちゃんと作ります우선큰지도를만듭니다皆さん旅をするとき여러분여행을갈때その町だけを調べていくと그도시만조사해서가게되면은よくわからなくなります잘모르게됩니다韓国の全体を頭に入れて한국전체를염두에두고서울은この辺り서울은이근방원주와평창の近く원주는평창가까이김제와南西の方아김제는그남서부포항は東の果て포항은이왼아동쪽끝韓国の全体像が頭に入って이한국의전체이그림이영아머릿속에있고そして町の名前を覚えていくと그리고이도시이름을그외우게되면은頭に入りやすいんですね그것을기억하기쉽습니다聖書も同じです성경도마찬가지입니다私たち集会は細かく聖書を学ぶということは一つの素晴らしい、特質だと思います。우리그교회에서는이제하나하나상세하게성경을배우는것이하나의특징이라고특질이라고생각합니다。この聖書の一節を言語から深く調べていくということですよね。성경의그1절부터원어부터해서아주깊이연구해가는것입니다。それは素晴らしいです。그것은아주훌륭한것입니다。でも、그렇지나大きな地図を持たないでそれをやると。큰지도를갖지않고그것을하게되면은독자해석になる危険性があります독자해석이될위험성이있습니다가류의해석です그것은이제하루에예아아자자자자신만의그해석입니다このヘブル人への手紙の著者は論理的にこの手紙を書いています이히브리서저자는논리적으로이책을썼습니다ですからまず一つ目のブロックは1章2章です그렇기때문에우선1장첫번째블록이1장2장입니다ちょっとノートする時間を取るためにゆっくりめに話をしますが자여러분들이메모를할수있도록조금천천히말씀드리겠습니다만미코노시코우세이아들의지고성見つかりに勝る巫女ということですね천사보다뛰어난아들이라는것입니다3章と4章の2つ目のブロックは3장4장의두번째블록은모세とヨシュアとの比較でモーセとヨシュアに勝る巫女というのがテーマです모세와여수아의비교로모세와여호수아보다뛰어났다고하는것입니다3つ目のブロックは세번째블록은5章から7章で5장부터7장으로今度はアロンとの比較をしています이번에는아론과의비교를하고계십니다そして8から10章の4つ目のブロックでは그리고8장부터10장까지네번째블록에서는마크야시스템について 語っています성막시스템에대해서이야기하고있습니다そして最後の11から13章のブロックは그리고마지막에11장부터13장까지의블록에서는信仰による歩みの進めですね믿음에의한삶을권유하는것입니다まあこれを見て이것을보고아ヘブル書分かったな아히브리서알았어응そうだそうだその通りだ그래그래그대로그말대로야この文字だけじゃなくて中身がこう頭にこう分かる人はもうヘブル書が分かってる人です이글자뿐만아니라그내용을아는사람은히브리서를잘아시는분입니다
私たちは仲介書を見ればいろいろなアウトラインを見ることができます。우리들은이주석서를보게되면여러가지아웃라인을볼수가있습니다。でもアウトラインを覚えるのって難しくありません？그렇지만아웃라인을기억외우는것은어렵지않습니까？皆さん歴史を好きな人いますか？여러분역사가를좋아하시는분계십니까？歴史が好きな人っていうのは？역사를좋아하시는분은？何年に何々が起こった？몇년에무슨일이있었다？何年に何々が起こった？몇년에무슨일이일어났다？아何年に何々が起こった？아몇년에무슨일이있었다これらを覚えているだけの人は歴史にあまり興味がない人です이것만을외우고있는사람은역사에그다지흥미가없는사람입니다どうしてこの事件が起こったのか왜이와같은사건이일어났는가この事件が起こったのでこの事件が引き起こされて이사건이일어났기때문에아울러서이사건이일어났고まあ具体的に言えば구체적으로말씀을드리자면なぜロシアはクリミアに侵攻して、왜러시아가크리미아를침략하고침공하고、今までシリア政権、アサド政権を支援していたロシアと対立していたトルコが、今なぜロシアと手を組んでいるのか？지금까지시리아의아사드정권을이제지원하는일로서로대립하고있었던터키가왜지금은러시아하고좋은관계가되었는지歴史を見ればドイツとロシアなんてずっと仲が悪かったのに역사적으로보면은독일과러시아는계속사이가안좋았는데今なぜロシアとドイツは近づいているのか왜러시아하고독일이지금가까이하고있는가背景が分かったら面白いんです배경을알게되면은재미있는것입니다今の話興味あるでしょ지금얘기재미있죠ヘブル人への手紙のポイントではないので히브리서의그이포인트가아니기때문에컷토します。자컷트하겠습니다私が言いたいことはこれです。제가말씀드리고싶은것은이것입니다背景が分からなかったらこの手紙のアウトラインは生き生きとしたものにならない。배경을모르게되면은이편지의아웃라인은생생한것이되지못하는것입니다ですから聖書の時代背景を学ぶということは大事です그렇기때문에성경의시대배경을배운다는것은중요합니다当時の文化당시의문화当時の趣味娯楽流行り당시의뭐취미또한그유행そういうのを調べるんですね。그와같은것들을이제조사하게됩니다。そうすると分かることがたくさんあります。그렇게될때알게되는것이많이있습니다。私はよくこの話をするんですが、韓国に来た時にこの話をよくしますが。저는이한국에왔을때자주이와같은말씀을드립니다만。私今回韓国9回目です。저는이번에한국에이제9번째왔습니다。5回目にやってきた時に。5번째한국에왔을때。韓国の招いてくださった方々が私に犬の肉をご馳走してくれた。아한국에저를초대해주신분들이이제그보신탕을이제예대접해주셨어요私は犬の肉を食べたことがありませんでした저는그이개고기를먹은적이없었어요私の頭にはチワワしか浮かびません저는제머리에는치와와밖에떠오르지가않아요そんなひどいことはできない아그와같이일을지금엄청나게는할수가없어요でもその兄弟が言うんですね犬はいいよ근데그형제님이말합니다おいしいよ。좋아요。맛있어요。贅沢なものだよ。이건아주사치스러운거예요。うなぎ、日本でうなぎ食べるかい？일본에서뱀아저장어먹지요。食べます。네먹습니다。うなぎも高いうなぎ屋さんのうなぎはおいしいだろ？그장어도비싼집은맛있죠。その安いところのうなぎはおいしくないだろ？예그싼집은맛이없지요。犬も高級な肉はおいしいんだよ。개고기도고급그이이는아주맛있어요その兄弟は会社を経営している兄弟で그형제님은이제회사를경영하고있는사람으로犬肉最高級料理店に連れて行ってくれました개고기그최고급요리점으로이제저를犬肉のサラダ犬肉のスープ犬肉그다음에이보신탕私はそれを食べました。저는그걸먹었습니다。もうみんな韓国の兄弟方が興味津々で私の方を見ています。모든그형제자매들이흥미진진해서저를보고있습니다。宮田형진이どうだ、美味しいか。宮田형제님어때요、맛있어요。私はクリスチャンです。저는그리스도인입니다。嘘をつくことができません。거짓말을할수가없어요。ちょっとやっぱり匂うんですね。약간그냄새가역시나요。私はね鼻がいいんです、すごく。제가아주이코가匂いに敏感。敏感해요、냄새。
だから、あ、ちょっと心の中で思いました。あ、마음속으로는、あ、약간이거하고생각했습니다。でも、美味しくないと言っては失礼になる。그렇지만、맛없다고하면신뢰가됩니다。美味しいと言っては嘘になる。그맛있다고얘기하면거짓말이에요。私はスーパー営業マンでした。저는슈퍼営業、영업맨이었어요。もう、支店の売り上げの 60% を売り上げてた時もあるんです。지점의 60% 매출을제가올렸던적도있어요。もうこのソフトバンクではこの記録は塗り替えられてないんですね。이ソフトバンクは지금까지이기록이갱신이되지않고있어요。そして、そういう時にスーパー営業マンはどうするでしょう。그럴때이슈퍼영업맨은어떻게말합니까。ジョークで逃げるんです。농담으로이제피하는것입니다。私はこう言いました。저는이렇게말했습니다。犬だけに、犬だけに、개、개만、네、wonderful。개만이제 wonderful 이렇게얘기했어요。ところが今の皆さんと同じように、그런데지금여러분들처럼、その兄弟たちもポカーンとしています。형제자매도멍하니이렇게계셨어요。こんなに素晴らしい冗談がわからないなんて。이렇게멋진농담을모른다니。ところが後でよく話を聞くと、근데나중에이야기를잘듣자하니까、日本で犬はワンワンと鳴くんです。일본에서개는왕왕하고짖습니다。ところが韓国では、근데한국에서는モンモンと鳴くんです。モンモン하고짖는것입니다。そうですよね。그렇죠。ですから私が言うべきはこうだったんです。그렇기때문에제가이렇게말했어야만하는것입니다。犬だけに、개가개는モンダフル。モンダフル。そうしたら分かるわけで。그러면은아시죠。これが文化を理解するということです。이것이문화를이해한다는것입니다。その人たちがどのように考えているのかを知らなければ、그사람들이어떻게생각하고있는지를모르게되면은、コミュニケーションは成り立ちません。コミュニケーションに성립이안됩니다。手紙を理解するとき、편지를이해할때、このイスラエルの当時の文化を理解しないで読んだら、당시의이스라엘의문화를이해하지않고읽게되면은本当の意味で聖書を読んだことにならないんです。참된의미에서성서를읽은것이아닙니다。では当時のユダヤ人ビリーバーの3本柱について見てみましょう。그러면은당시의히브리背景ですね。히브리인신자들의그배경에대해서보도록하겠습니다。彼らが大事にしているものは3本柱、3つの重要事項がありました。그들이아주소중하게여겼던세가지중요사항이있습니다。一つ目は天使、ミツカイです。하나는천사。二つ目はモーセです。두번째는모세。それからモーセの後継者であるヨシュアですね。그리고모세의후계자인여호수아입니다。そして三つ目がレビ的祭祀制度というものです。그리고세번째가레위적인제사제도입니다。皆さん、私たちが思っている以上にユダヤ人はミツカイをものすごく大切にしています。여러분、우리들이생각하는것보다더욱이스라엘사람들、유대인들은이천사를소중하게생각합니다。多くのユダヤ人が御使い礼拝というのをしていたようです。御使いを礼拝していたというんですね。많은사람들이이그천사들을예배했다고합니다。旧約聖書を読んでも勝利を与えているのは御使いですよね。구약성경을보더라도승리를가져오는것은천사들이죠。皆さんがヨハネの福音書の5章を読まれたら、여러분이요한복음5장을읽게되면은、베테스다の池の横で伏せている男がいて、베테스다의그연못옆에이렇게누워있는남자가있고、ずっと待ってますけれど、계속기다리고있습니다만、御使いが池をかき回してくれたら、천사가내려와서거기물을휘젓게되면은、市場に入ったら癒されると信じていましたね。첫번째로들어가면은고침을받는다고믿고있었어요。もちろんこれは迷信です。물론이것은맹신입니다。日本にはパワースポットというのがあるんですね。일본에서는파워스포트라는것이있어요。韓国でもありますかパワースポット？한국도있습니까파워스포트？ないですね。없죠。日本人にはこの場所には力が宿っているという神聖な場所がいくつかあるんです。여기에는어떤그이힘이작동하고있다는어떤신성한장소가있어요。私がこの원주の学び会の準備をするためにスターバックスに行って準備をしていました。제가이원주의그이말씀을준비하기위해서스타벅스에가서준비를하고있었어요。そのスターバックスは横に本屋さんが併設していて、まあ無料でいくらでも読めるんですね。그래서그스타벅스옆에는이제그서점이있었고또한그마음대로무료로읽을수가있었습니다。私の横の席に座っているおばさん、50代ぐらいのおばさんがいました。제옆에앉아있었던50대의아주머니가말씀하셨어요。セレブな感じです。아주그세레브한느낌이에요。本を読んでいます。책을읽고있습니다。私は別に人の本を盗み見するつもりはありませんが。저는특별히남의책을이렇게슬쩍이훔쳐볼그런생각은없었습니다만。チラッと入ってきたら、이렇게살짝보니까
必ず行っておきたいパワースポット10選、まあ、10個のパワースポットって本でした。그래서반드시가야될파워스포트10군데라는얘기죠そこを訪問すると何か力をもらえるって言うんですね거기를방문하게되면뭔가그힘을받는다고합니다それ私は思わず聞きました그래서저는저도모르게물었습니다このうちいくつ行ったんですか이가운데몇군데가보셨습니까8つ行ったって言ってるんです8군데갔다고합니다오それで効果はどうですか？評価は어땠습니까？ああ、効果はね、あると思う人にはあるし、ないと思う人にはないのよ。ね、評価はよ、いったと考える人한테는있고、없다고생각하는사람한테는없어요。それで、でもお金たくさんかかるでしょ？그렇지만돈많이들지요。北海道から沖縄まであるんです。北海道부터沖縄까지있습니다。いいのよ、お金なんて。괜찮아요돈은お金より大事なものがあるでしょ돈보다소중한게있지요と言われました그렇게말했어요さて彼らは何を信じてるんでしょう자그들은무엇을믿고있습니까迷信です迷信입니다でもユダヤ人たちの迷信ミツカイは必ず私たちを最後助けてくれるというふうにユダヤ人たちも信じてたんですねイスラエル그유대인들도천사들이반드시우리를도와준다고믿고있었습니다おそらく日本人が迷信的に信じているよりもはるかに深いまた根拠のありそうな旧約聖書に実際出てくるのでそういう対象が見つかりです정말일본사람들이이와같이맹신적으로믿고있는것보다훨씬더깊은구약성경에이제천사들이많이나오고있기때문에그와같이이믿고있는것이천사들입니다だから1章2章でヘブル人への手紙の著者は見つかりではない御子イエスキリストだと言ったんです그렇기때문에히브리서1장2장에서천사가아니고아들예수그리스도라고이야기하고있는것입니다요한에뭐どうして福音書の中にヨハネの5章を含めただろうか왜요한도요한복음5장에원포함시켰을까요미츠카이가나오시てくれると思っている人の人に천사가고쳐주리라고생각하고있는그사람에게あなたの横にイエスがおられるということを教えたんだ당신옆에예수님이계시다는것을가르쳤던것입니다미츠카이ではなくイエスだ천사가아니고예수님이다유대교의3번柱の1つ目を1章2章で彼は御使いではなく御子と説明しました유대인들이소중하게생각하는이세가지중에하나인천사에대해서천사가아니고예수그리스도라고1장2장을통해서그는가르쳐주었습니다2つ目가모세と요수아두번째가모세와요수아입니다ご存知の通り모세は유대인で最大の尊敬を受けている一人です아시는대로모세는유대인에게가장그최대의존경을받는사람입니다律法は모세によって与えられた율법은모세에의해서주어졌다歴史上最高のリーダーは모세다역사상그최고의리더는모세다この모세は地上で最も謙遜であったと書いてある이모세는이땅에서가장겸손했다고기록되어있다リーダーとして最高の地位にいるのは모세です리더로서가장최고의지위에있는것은모세입니다私たち日本人もこの坂本龍馬という人を、歴史の中で日本人のリーダーで素晴らしい人だというふうに思っている人がたくさんいます。日本사람들가운데서도역사상坂本龍馬라는사람이아이사람이우리리더다하고생각하는사람이많이있습니다。まあ韓国の方もそういう歴史の中でこの人が素晴らしいリーダーだという人いるでしょ？韓国사람도역사상에서아이사람이훌륭하다그렇게생각하는사람이있죠。でもこの著者は言ったんです。モーセではない。그렇지만이저자는말했습니다모세가아니다요수아でもない요수아도아니다이게이모세와요수아との比較をしている3章4章の理由です이것이모세와요수아와비교하고있는3장4장입니다모세와요수아では与えることができなかったものがあった모세와여호수아는줄수없는것이있었다요한은こういうふうに書きました요한은이렇게기록했습니다律法は모세によって与えられたが율법은모세에의해서주어졌지만恵みと誠はイエス・キリストによって実現した은혜와진실함은예수그리스도에의해서실현되었다これが3章4章の書いている理由です이것이3장4장을기록한이유입니다そして3つ目がレビ的な祭儀制度그리고세번째가레위적인제사제도彼らには神殿がありました그들에게는그이성전이있었습니다この大祭司とのコネクションというのは彼らの生活に密着してたわけです이대
제사장들과의그이관계는그들한테생활에밀착되어있었습니다このレビ的祭儀制度ということをまあ誇りにしていたわけですよね。이레위적인제사제도에대해서그들은자랑으로삼고있었습니다でも彼はこの著者は5章から7章で大祭司アロンの限界について語ります。그렇지만이저자는5장부터7장사이에서대제사장아론의한계에대해서기록하고있습니다それから8から10章で幕屋システムというのはイエス・キリストが本体であるというふうに語っている그리고8장부터9장사이에는이성막시스템이라는것은예수그리스도가본체라는것을말하고있습니다유대인이これこそ大事だと思っていた3つのもの유대인이이거야말로가장중요하다고생각하고있었던세가지そして유대인비리버たちがやっぱり魅力を感じて戻っていこうとしている3つのもの그리고유대인신자들이매력을느껴서이제돌아가려고하고있었던세가지それらを比較することによって彼らは著者はイエスで十分だと言ってるわけです。이것들과비교함으로써저자는예수님으로충분하다고말하는것입니다。さあ、この三本柱を理解すれば、자이이세가지를이해하게되면은この5つのブロックがよくわかるでしょ？이다섯가지의블록을잘알수있죠。アウトラインの背景によってこれらがつながってきます。이아웃라인의배경에의해서이것들이연계가되는것입니다。最初に読んだ時は文字でした。처음에읽었을때는문자였습니다でも今はあそうか미코の미스카이との比較で1章と2章が書かれてるんだな지금은아그런가이제천사하고비교해서1장2장이기록되구나모세와요시와との比較で3章4章なんだな모세와요수와의비교로3 4장이구나5章から7章でアロンではなくメルキゼデクだと書いてるのはそういうことだったのか5장부터7장아론이아니고멜기세덱이다하고기록된것은그와같은이유였던것인가8章から10章は이케니에大祭司幕屋の本体それは天にあるんだこれはコピー写しなんだということを8章から10章で言ってるわけです그리고8장에서10장까지쓰는그재물과또한재단과이와같은것들의그이본체는하늘에있다하는것을기록하는것입니다유대교3本柱を説明して유대교의이세가지중요한사항을설명하고미코예수그리스도니신뢰していく人生を11から13章で進めたんです예수그리스도아들예수그리스도를신뢰하면서살아가는생활에대해서11장부터13장까지皆さんこれが기록하였습니다これがヘブル人への手紙をざっくり理解するということです여러분이것이히브리서를계략적으로이해하는것입니다ざっくり理解しました계략이해가되셨습니까助けになりましたか도움이되었습니까ならなかったら私の責任です아도움이안되었으면제책임입니다こういうふうにまず全体像を理解するっていうのは聖書を研究していく上でとっても大事です。이렇게전체를우선이해하는것은성경을연구하는데있어서굉장히중요합니다。その中で細かいところを見ていきます。그가운데서상세한부분을봐가는것입니다。1章に入りましょう。1장으로들어가봅시다。まず1章の1節を読みしてください。우선1장1절을읽겠습니다。옛적에선지자들통하여여러부분과여러모양으로우리조상들에게말씀하신하나님이。はい、どうぞ。この1章の1節から、3節まではこの啓示する神ということでポイントは啓示する神ということです。1章1절부터3절까지는예ポイント는啓示하는하나님입니다。皆さん啓示ってわかりますか？여러분啓示에대해서아십니까？啓示とは覆われていたものがベールを剥がされて明らかになるという意味です。啓示라는것은덮여졌던것이베일이벗겨져서명확하게되는것입니다。ここに覆いがあります。여지금이이덮여져있죠。この中身が何だか分かりますか？이안에뭐가있는지아십니까？何ですか？뭡니까？コップ？컵？それは見たからです。그것은보셨기때문에그렇습니다。本当は分からないです。これ。실은모릅니다。でこれを分かるように。이것을알도록はい、これが啓示。이것이啓示입니다。覆いがかかっていたものを明らかにする。이와같이이휘장이막이덮여져있던것을이제벗기는것그래서명확하게되는것ですから黙示録は啓示録でしょ그렇기때문에우리그啓示록이죠요한계시록イエス・キリストによって歴史が明らかにされているのが黙示録です예수그리스도에의해서역사가명확하게드러나는것이계시록입니다このヘブル人への手紙の1章の1節から言ってることは이히브리서1장1절에서말하고있는것은하나님이ご自分を啓示したと言ってるんです하나님이자신을계시했다고하는것입니다神は隠れている神ではなくて하나님은이숨겨져있는하나님이아니고ご自分を明らかにする神だ자신을명확하게드러내는하나님입니다啓示の反対の言葉わかりますか啓示의반대말아십니까
探求です。探求입니다。探し求めるということです。찾는것입니다。この世の中の宗教、人間が考えた宗教は全部探求する宗教です。이세상의종교、사람이생각한종교는전부탐구하는종교입니다。努力して探します。努力해서찾습니다。修行して探します。또한열심히이수행을해서찾습니다。でもポイントは？그렇지만ポイント는？啓示する神です。啓示하는하나님입니다。さあ、神様は啓示する方法をたくさん持っておられます。하나님은啓示하는방법을많이갖고계십니다。一章の一節に。1장1절에神はいろいろな方法で語られたというふうにあります。여러部分과여러모양으로말씀하셨다고기록되어있습니다。オバデヤ書のようにものすごく少ない量の時もあります。オバデヤ書처럼아주양이작을때도있습니다。言葉だけで語る時もあります。말로만말씀하실때도있습니다。エレミアのようにこうやって寝たりこうやって寝たりするような啓示もあります。또한예레미야처럼이렇게자거나이렇게자는그와같은계시도있습니다幻によって語る時もあります환상에의해서말씀하실때도있습니다神はいろいろな方法で語られました하나님께서는여러가지방법으로말씀하셨다는것입니다皆さんの資料に여러분자료에聖書の時代区分と契約っていうのがあると思いますが성경의시대구분과계약이라는것이있다고있는데요参考資料の中にですね参考자료가운데서この時代区分に応じて、이시대구분에따라서方法をたくさん持って、여러그많은방법을가지고神は語られた。하나님을말씀하셨습니다。ちょっと詳しくやると時間がありませんので、상세하게말씀드리면시간이없기때문에、一つ目のポイントを覚えておいてください。첫번째ポイント를기억해주시기바랍니다。神はいろいろな方法で語られた。方法は多様だが一致しているということです。하나님은여러가지방법으로말씀하셨다방법은다양하지만일치하고있다는것입니다どうして一致してるんでしょう어떻게일치하고있나요方法が違うだけで방법이다를뿐이고発信人は唯一だからです발신인은유일하기때문에그렇습니다その発信人が巫女だと言ってるんです그발신인이아들이라고하는것입니다この神が終わりの時代に巫女によって発信した。이하나님께서마지막세대의아들에의해서발신했다는것입니다。この巫女という方で全部が一致するんです。이아들이라는이분에의해서전부가일치하는것입니다。二つ目は、두번째는、時代は区分されている。시대는구분되어있다는것입니다。一章の一節に、終わりの時にはと書いてありますね。この2節か。この終わりの時には巫女によってと書いてあります。2절을보게되면、이모든날、마지막에는아들을통하여라고기록되어있습니다。終わりの時、英語では、at the end of these days と書いてますが、メシアの時代を指すラビ用語です。ラビ用語。え、이것은、이제、영어로는 end of End of these days. These days 라고되어있는데이것은마지막때를나타내는랍비의이말입니다용어입니다預言者たちもメシアの時代を終わりの時代というふうに訳しています선지자들도이메시아시대를마지막때라고이렇게말하고있습니다ですから終わりの時代とは巫女の時代그렇기때문에마지막때는아들의시대라고도말할수있는것입니다すでにメシアは来られた既に이미메시아는오셨다時代は区分されていますが시대는구분되어있습니다만巫女によって結合しています아들에의해서통합되어있습니다これがヘブル人の手紙の著者が言いたいことです이것이히브리서저자가말하고싶은것입니다方法は多様です방법은다양합니다時代は区分されています시대는구분되어있습니다ですから旧約聖書をいろんなところを読んでまたいろんな時代を学んで分かることは그렇기때문에구약성서여러군데를읽고또한여러시대를통해서배울수있는것은全部キリストに結びついているということが分かる전부그리스도에연계되어있다는것입니다ですから分かりやすく言うとこうです그렇기때문에알기쉽게말씀드리면이와같습니다聖書からキリストを抜きにすると성서에서성경에서그리스도를빼버리면全部バラバラです전부이제흩어지는것입니다このキリストによって全てはハーモニー調和しているんだ예그리스도에의해서모든것이조화를하모니를이루는것입니다これが1章の1節から3節のことです이것이1절부터3절의이야기입니다
次に神の時代区分のと歴史のゴールをちょっと理解してみましょう。じゃあ、다음에는하나님의시대구분과역사의ゴールに대해서좀말씀을드리겠습니다。これちょっと全部やるとダメですけど、兄弟姉妹もうご存知のことだと思いますので、이걸전부하면은좀시간이걸리겠지만형제님들아는것이니까좀보도록하겠습니다。まず一番最初の無垢の時代というのを見てくれますか。먼저첫번째그무부의시대라는데를봐주시겠습니까。これはエデン契約で時代区分がされています。契約と時代区分は密接に関連しているんですね。언약과이시대구분은밀접하게관련이되어있습니다。이것은에덴언약에의해가지고나누어져있습니다。でこれ全部人間の失敗で終わるんです。이것은전부인간의실패로끝나게됩니다。この実を食べならないという契約でした。이과일을먹어서는안된다고하는언약이었습니다。조건付きですね。조건부입니다。この実を取って食べるなら死ぬ。이열매를따서먹으면죽는다。食べないなら従順が確定されて祝福のうちに入っていく。먹지않으면은이제그더욱더이순종이확대되어서축복가운데들어간다。아담과에바와아담과하와는善悪の知識の実を取って食べた。선악과를따서먹었습니다。このエデン契約は人間の側の失敗によって終わります。이에덴언약은이사람측에인간측에의어떤실패에의해서끝납니다。次にアダムのアダム契約があります。다음에아담언약이있습니다。これは良心の時代と呼ばれるもので、이것은양심시대라고불리는것으로노아の洪水で終わります。노아의홍수로끝나게됩니다。神様は人間に良心というものを与えて、하나님은인간에게이양심이라는것을주셨고、それを守るよう、それに従って生きるように、그에따라서살도록。ところがご存知の通り、노아の箱舟で地は暴虐に満ちたので神は裁かれるんですね。그렇지만은아시는대로이제노아의홍수로통해가지고이죄가범람했기때문에이제심판을받게됩니다。3つ目の契約はノア契約。세번째는노아언약。これはバベルの塔で終わります。이것은바벨탑으로끝납니다。ここで死刑制度が決まっていたり、여기서사형제도가정해진다거나、セムがメシア系の家系と組み込まれたりしていますが、セム이제메시아系의이제그이가계와서로이서로이협조를한다든지。これらは人間がどうのこうのじゃなくて、ほとんどアダム契約もノア契約も一方的な宣言で終わってるんですね。이것이인간이이렇다저렇다는이야기보다도에덴언약이나아담언약에다일방적으로이제선포로이제끝나는것입니다。そしてその通りノアの箱舟で、バベルの塔でまた人は散り散りバラバラになって神の反逆で終わってます。그리고이제노아언약은또바벨탑사건을위해서하나님앞에반역함으로인해서끝나게되는것입니다。無垢の状態、すなわち何の問題もない状態で人は失敗しました。무구의시대즉아무문제도없는시대의인간은실패로끝났습니다。良心に従って生きる時代においても失敗しました。양심을따라사는시대에서도실패했습니다。政府を作って人間が人間を治める秩序を確立するという時代でも失敗しました。정부를만들어서즉질서를세워서사는것같은세대에서도실패하였습니다。ですから4番目の契約が出てきたんです。그렇기때문에네번째의약속이나타나게된것입니다。アブラハム契約です。アブラハム언약입니다。これは約束の時代と呼ばれています。이것은약속의시대라고불리고있습니다。このアブラハム契約は律法が与えられるまで続きます。이아브라함그언약은율법이주어지기까지계속됩니다。これも無条件条約です。이것도무조건제약언약입니다。神様アブラハムを眠りにつかせて、하나님께서는아브라함을잠들게하시고、当時の人たちは契約を結ぶときに動物を二つに引き裂くんですね。당시의사람들은언약을맺을때동물을둘로쪼갭니다。そしてその二つの裂かれた動物の間を二人が通るんです。그리고그찢어진그이동물사이를두사람이걸어갑니다。의미はこうです。もし私たちもし私たちがこの契約を破棄すれば、만약에우리들이이계약을파기하게된다면、この引き裂かれた動物のようになりますように。이찢어진동물처럼되기를바란다。命をかけた契約の方法です。생명을건계약방법입니다。神様はアブラハムとこの契約方法で契約を結びました。하나님께서는아브라함과이계약방법을언약방법으로언약을맺어주셨습니다。二つの引き裂かれたものの間を。두이찢어진그이동물사이를다레가돌이마시다까누가지나갔습니까가미다케가돌던데하나님만이통과하셨습니다。아브라함은애무때다。아브라함은자고있었어요。ですから아브라함の側でこの契約を破棄することはできない。그렇기때문에아브라함쪽에서이계약을파기할수는없습니다。아브라함의실패によってこの契約は破棄されない。
アブラハムの失敗によってこの契約が破棄되지않습니다。神ご自身が失敗しない限り、하나님자신이실패하지않는한、この契約は破棄されない。이언약은파괴되지않습니다。このアブラハム契約が恵みの土台です。이아브라함언약이은혜의토대인것입니다。その後に모세契約があるんですね。그다음에모세언약이나옵니다。まあ私たちがこの図にしてわかることはこうです。우리들이이도표를통해서알수있는것은이와같은것입니다。人間の失敗が続いて、인간의실패가계속되고、神様は恵みの約束の契約を結んだ。하나님께서는은혜의언약을맺었다。その後に律法があるということを覚えておいたらいいんです。그다음에율법이있었다는것을기억해주시면좋겠습니다。ですから律法というのは、그렇기때문에율법이라는것은、祝福を受ける条件、この律法を守れば救われるというために与えられたのではないということがわかります。축복을위한조건、즉이율법을지키면은구원받는다、그것을위해서주어진것이아니라는것입니다。ですが、ユダヤ人たちはこの律法をとても重要視してた。그렇지만유대인들은이율법을굉장히중요하게생각했습니다。この律法が与えられた目的は、이율법이주어진목적은、문계も学んでくださいましたが、문형제님도교재해주셨습니다만、私たちがこの地上の生活で祝福を受けるための、囲いですよね。우리들이이땅에서축복을받기위한하나의테두리인것입니다。우리인것입니다。不倫してはいけません。불륜을저질러서는안됩니다。どうしてでしょう。왜그럴까요。家族が滅びるんです。가족이망가지게되는것입니다。아、神様不倫をダメって言うなんてケチケチしてるな。あ、하나님불륜을그이허락하지않는게좀인색하네。いいえ、人間の祝福のためです。아니요、인간의축복을위해서그렇습니다。神様が与えた律法は、하나님께서주신율법은、人間がこの地上で祝福されるルールを教えてくれたんです。인간이이땅에서축복하는룰을주신것입니다。가르쳐주신것입니다。でも、ユダヤ人たちはこのモーセ契約を最も大事にしていたということがわかるんです。그렇지만유대인들은이모세언약을가장소중하게여겼다는것입니다。だからこの著者は言ったんです。그렇기때문에이저자는말했습니다。6番目の恵みの時代があるじゃないか。6번째은혜의시대가있지않느냐。キリストが律法を終わらせられた。그리스도께서율법을마치셨다。この恵みの時代と王国時代の契約は新しい契約です。이은혜시대와왕국시대의언약은새언약입니다。この新しいというのは古い新しいという問題ではありません。이새언약이라는것은오래됐다새롭다는그런의미의새언약이아닙니다。クオリティの問題です。퀄리티의문제입니다。質が全然違う。질이전혀다릅니다。動物の命と人間の命は違いますね。동물의생명과사람의생명은다르죠。種類が違うんです。종류가다릅니다。このキリストの新しい契約によって私たちは、このアブラハム契約はユダヤ人と結ばれたものですが、このユダヤ人と結ばれたアブラハム契約の祝福を異邦人も引き継ぐことができるようになったというのが、恵みの時代のグッドニュースです。そう、アブラハムがユデイン、アブラハムの언약은ユデインが맺은것인데、이것이이제、이이방인에게도미치게되었다하고하는것이바로이은혜의시대인것입니다。神様は歴史を通して、하나님께서는역사를통해서、時代を区分しながら、시대를구분하면서、人間の不完全さを教えながら、인간의그불완전함을가르쳐주시면서、それでも御子によってこれらを実現するからねと言ってるんですね。그럴지라도아들에의해서이것을실현할거라고말씀하시는것입니다。旧約時代の失敗は、구약시대의실패는、神がその失敗をあげつらって、하나님께서그실패를전부드러내셔서だからお前たちはダメだろうと言ってるんじゃないんだ。그렇기때문에너희들은안되는거야이렇게말씀하시는것이아닙니다。待ちなさい。기다려라。メシアが来る。メシアが온다。あなたにその力はなくても너에게그와같은능력이없을지라도私はメシアによって全てを完成する。나는메시아에의해서모든것을완성할것이다。これは創世記の3章から約束されていること。이것은창세기3장에서부터약속된것입니다。神は世界のもとへの置かれる前から。하나님께서는이세계의기초가놓이기전부터。キリストにあって世界を祝福しようと定めておられた。그리스도에의해서이세상을축복하려고정하신것입니다。驚くべきグッドニュースです。정말놀랄만한굿뉴스입니다。皆さん、このことは聖書全体を理解するキーです。여러분이것은성경전체를이해하는키입니다。さ、最後に。자、마지막으로。私たちへの適用して終わりにしましょう。우리들에게적용을하고마치도록하겠습니다。ヘブル書1章のテーマは御子の指向性。
히브리서1장의테마는아들의지극히높으심지고성입니다유일세유일성탁월세ですね또한탁월성입니다この方が全てだって言ってるんです이분이모드라고하는것입니다私たちへの適用の一つ目はこうです우리들에게적용하는첫번째는이와같습니다미코가素晴らしいので私たちは人を恐れる必要がない아들이정말놀랄만한분이시기때문에사람을두려워할필요가없다人を恐れる必要はありません사람을두려워할필요가없습니다日本の伝統古典文化に落語というのがあります일본의그이전통적인고전문학의락후고라는것이있습니다何人か日本語の勉強している方がおられますね일본어공부하시는분이몇분계시는데요락후고いいですよ락후고좋습니다とても面白い話で매우재미있는이야기로教訓があって교훈이들어있고知恵がつくんですね또한지혜가들어있습니다私も時々락후고を、まあ、聞いたり読んだりします저도때때로이락후고를듣거나또는읽거나합니다動物園という落語があるんですね。動物園이라는落語がいます。毎日毎日仕事もしないでブラ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 してる若者がおりました。毎日일도안하고그냥어영어슬렁버슬렁하는이런이저젊은이들이있었습니다。親が働きなさいと言ってもやだやだ面倒くさい。좀일좀해라해도아싫어요싫어요。ブラブラしてるのが一番いいよ。이렇게그냥어슬렁어슬렁거리는게제일좋아요。食べるのにも苦労しないし。먹는것도불편한거없고。なんと言っても楽じゃないか。뭐뭐라고해도참편하잖아요。親は町の人々に相談します。이제부모가이제마을사람들한테이제의논을합니다。うちの息子が働かないんですけど。아우리아들이도대체일을안해요。なんとか言ってくれませんか。뭔가좀얘기좀해주세요。村長さんが。그러자이제촌장자아자私がちょっと説得してみよう자그럼내가설득해보겠습니다아若者よ若者よ젊은이요젊은이요どうして働かないんだ왜일안하는거야いやもうブラブラするのが好きなんですいや이렇게어슬렁어슬렁하는게좀좋아요어자ブラブラする仕事ならするか그러면그렇게어슬렁어슬렁하는일이있으면할거니ブラブラする仕事어슬렁어슬렁하는일給料はいくらですか금료는얼마입니까1日10万円あげるよ하루에10만원줄게ブラブラするだけで10万円어슬렁어슬렁거리는것만으로10만엔100만원이에요それだったらやってもいいよ아다그렇다면은그거해도좋겠습니다よし決まりだじゃあブラブラする仕事だ자어슬렁어슬렁하는일이야ついてこい자따라와で村長さんはその若者を連れて그촌장이이제젊은이를데리고動物園に行きました동물원에갔습니다村長さん動物園ですけどここは촌장님여긴동물원인데요이만から仕事教えるからね자지금부터내가이일을가르쳐줄게裏に連れて行かれました그래서이제뒤로이제데리고왔습니다これを着なさいと言われる자이거를입으라는것입니다何ですか이게뭔데요トラの着ぐるみなんです이제호랑이의그이옷그뭐인형처럼생긴거그죠예뒤집어쓰는거トラですか호랑입니까これを着たらもうトラに見間違えるから이거를보면입게되면은뒤집어쓰면은이호랑이로착각하니까トラというのは檻の中をずっとブラブラしてるから그러니까호랑이는이우리안에서그냥어슬렁어슬렁거리니까1日10万円하루에10만엔彼はそのトラの着ぐるみを着て그는이제호랑이의이그이옷을입고四つん這いになって이제이네다리로걸으면서 そうすると村長さんがいいじゃないかいいじゃないか그는이제촌장님이야잘하는데잘하는데動物園の人も喜んで동물원사람들도기뻐하면서よかったよかった아잘됐어잘됐어でも一つだけ毎日仕事があるって그렇지만매일해야될일이하나있어やっぱりやっぱり美味しい話と思ったら問題があるんだな아역시역시이거재밌는그런일인가하고생각했는데문제가있네1日に1回決闘する仕事がある하나하루에하루에한번이혈투할이저기일이있다決闘아저싸울일예大丈夫괜찮아相手は猫だから상대는고양이니까아本日のメインイベントです아오늘의메인이벤트입니다자トラと자호랑이하고猫の戦いにゃお고양이의싸움이다냐냐 彼はわあ猫とかまあこれぐらいなら勝てるかじゃあ고양이하고이정도면내가이길수있지猫もわあ
ーとやるんですけど、小ヤギと言ってでもやっぱり人間の方が強いんですよね。그렇지만역시사람이강합니다。猫を押さえつけて、이내이고양이를이제어힘내고もう観客は拍手喝采。もう観客들이이제박수갈채를보냅니다。そう終わって。끝났습니다。バイトの帰りに。이제그아르바이트끝나고돌아가는데。今日の決闘良かったよ。오늘결투참좋았어。お客さんすごく喜んでるし。야손님들이정말좋아하고있고。入場する人がすごく増えてるから。입장객이많이늘었으니까。ずっと続けてくれたまえ。계속이일을좀해줘。彼は毎日毎日ブラ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 して。그는매일그냥어슬렁어슬렁하면서。猫と決闘して。고양이하고결투하면서。毎日10万円を稼いでいました。매일10만원씩이제그벌었습니다ところがある時그런데어느날本日のメインイベント오늘의메인이벤트もうその時はもう悠々としています그때는아주뭐、ね、여유가있어요猫か最大の動物고양이과최대의동물トラ対ライオンです고양이아저호랑이대사자입니다에에トラの方が強いそんな話じゃないんですよ호랑이가강하다그런얘기아니에요向こうから悠然としたたてがみのライオンが檻に入ってやってくるんです。저쪽에서이제아주그큰이라이온이이제다가오는것입니다そしてそのライオンが檻の中から出てきました。그리고우리에서이제나왔습니다。自分の檻も開けられて。자신의그우리도이제열리고。もうずっと檻の中にいたいんですけど。계속그우리속에있고싶은데。出ろ出ろと言われて。나가라나가라。もう10万円なんかいらない。아10만원필요없어요。叫ぼうと。이렇게울부짖어라이온이やられる라이온한테쳐요するとライオンがうわーっと近づいてきて네라이온이이제막와하고이제달려들어서とにかく寝とけと言ったんです우선자누우라는겁니다응라이온って日本語喋るんやったか라이온이일본어할줄아나俺もバイトだ나도アルバイト야 동물원という落語です。동물원이라는落語입니다。私はこれを通してこういうふうに考えます。저는이것을통해서이렇게생각합니다。私たちの人生ってね、우리들의인생은ある時は猫を見て、어느때는고양이를보고、これよりは勝てるだろう。고양이한테는이기겠지。ある時はライオンを見て、어느때는사자를보고、와これには勝てない。오사자한테는이길수가없어。自分たちの力で生きている時、자신의힘으로이렇게하고있을때優越感に浸ったり劣等感に浸ったりします유월감에빠지거나우월감에빠지거나또는열등감에빠집니다ところが分かることはこうです그렇지만우리들이알수있는것은이와같은것입니다いくらライオンに見えようが아무리사자로보일지라도その中身は同じ人間です그안에는같은사람이라는것입니다多くの迫害がやってきます。많은박해가있습니다。ある時はクリスチャンであるからという理由でバカにされるかもしれません。어느때는그리스도인이라는이유로인해서바보취급을당할지모릅니다。出世を諦めなくてはいけないかもしれません。출세를단념하지않으면안될지모릅니다。아クリスチャンであるということでいろんな難しいことが起こってくるかもしれません。그리스도인이기때문에여러가지어려운일이일어날지도모릅니다。でも人を恐れる必要はありません。그렇지만사람을두려워할필요는없습니다。私たちは御子イエス・キリストを持っています。우리들은아들예수그리스도를가지고있습니다どんなに人が偉大に見えても아무리사람이위대하게보일지どんなに人が小さく見えても아무리사람이적게보일지皆さん私たちが比較から解放されるのは여러분우리들이比較する비교에서해방될수있는것은イエスキリストを見た時だけです예수그리스도를봤을그때뿐입니다イエスキリストに目を留めましょう예수그리스도를주목합시다その時に私たちは他の人との比較の人生から解放されます。그때우리들은다른사람과의비교에서해방될수가있는것입니다。クリスチャン同士の中で比較する弱さもあります。그리스도인끼리또한비교하는연약함도있습니다。あの姉妹は本当に麗しいな。아저자매는정말아름다워。ウォンジュの高速バスターミナルの駅まで迎えに来てくださった運転手の兄弟がいました。원주고속버스터미널까지이렇게마중나온그운전해온그형제가있었습니다私たち日本人日本から来た人たちをピックアップするために来てくださったんです우리들일본에서온그형제자매들을픽업하기위해서마중나왔었습니다もうその兄弟が그형제가誠実という言葉を人間の顔にしたらこういう顔になるんだろうというそういう顔の兄弟でした그성실충실함이라는그 이말을사람의얼굴로바꾸면아이런얼굴이겠지하는그런형제였습니다
私は日本人のメンバーに言いました。日本語ですから彼は分かってないと思いますが。제가이일본우리형제자매들한테말했습니다일본어였기때문에그형제는몰랐겠지만もうクリスチャンって見ただけで分かるね。아그리스도인이라고그냥딱봤는데알겠어요穏やかな顔정말온화한얼굴誠実そうな兄弟정말성실한그런모습의형제僕もこういう人になりたい나도이런사람이되고싶다そしたら後輩の兄弟が言ったんだ그렇자후배형제가말했습니다미와타케미와타형제님무리です무리입니다 人を恐れる必要はありません사람을두려워할필요가없습니다私たちはどこかでいつも比較してしまうんです우리는어딘가에서항상비교를합니다でも私たちが誇りとするのは誰でしょう그렇지만우리들이자랑하는것은누구인가요私の寛容さですか나의관용함입니까私の誠実さですか나의성실함입니까イエス・キリストの誠実さですイエス・クリストへ忠実함입니다その兄弟が誠実な人生を送っているのはどうしてでしょう그형제가그같이신실한삶을사는것은왜그럴까요キリストを見ているからですクリストを보고있기때문에그렇습니다もし私が誠実な人生を送ろうとすれば만약내가충실한삶을살고자한다면キリストを見ればいい그리스도를보면되는것입니다イエス・キリストこそ唯一の力ある誠の神ですイエス・クリストの말로유일한능력있는참하나님이십니다私たちの適用の2つ目です우리들에게적용의두번째입니다あなたの人生には御子イエスという絶対的エースがおられる당신의인생에는아들예수님이라는절대적인에이스가계시다는것입니다皆さん UNO というカードゲーム知ってますか여러분 UNO 라는카드게임아십니까もううちの今子供たちが UNO が好きで지금우리아이들이 UNO 를아주굉장히좋아해요帰ったらもうパパ UNO しよう UNO しよう집에돌아오면아버지 UNO 놀이합시다 UNO 놀이합시다まあ子供と UNO してもあんま面白くない애들하고이 UNO 를해도별로재미가없어요でしょ그렇죠そう思いません그렇게생각안하십니까まあでもやってあげるんですよね그렇지만은합니다でもこのUNO を共同の若い兄弟姉妹と合宿の時にやりました그런데이그교대의젊은형제자매들하고합숙할때이UNO게임을했어요뭐니兄弟が15人ぐらいかな15人か20人ぐらい輪になって예형제들이한15명에서20명이이렇게원을이제그리고負けたら布団を畳むんですね그리고이제지면은이제그뭐야이이불을이게뒤집어씌우는것입니다뭐必死です그냥필사적입니다でそのドロートゥーっていうカードがあるんですけどドロートゥー라는카드가있는데それは2枚取らないといけないですよもうUNOのルール知らない人ももう知りませんもう取らんとあかんんですけどね네그 UNO 의그룰모르는사람저형제자매들다저도잘모르겠어어쨌든그두개를 뽑는것입니다ドロー2を置かれるとドロー2とかドロー4を置かんとダメなんですよ。그래서ドロー2라는것을뽑게되면ドロー2나ドロー4라고이렇게이야기를해야돼요。最初の人がドロー2を置きます。맨처음에사람이이제ドロー2를놓습니다。次の人がドロー2を置きます。또한다음사람이ドロー2를또놓습니다。もう4枚取らないといけません。예네장을이제3人目がまたドロー2を置きます。그다음에세번째사람이또ドロー2를내놔요。6枚取らないといけません。그러면이제6장을또4人目がまたドロー2。네째사람5人目がドロートゥー5번째がドロートゥーもう20人いるんですけどドロートゥーがずーっと回ってきたんですね그래서20명있는데ドロートゥーが계속돌아왔어요もうなかったらもう負けが確定するわけですよね그런데없으면이미지는것은뭐확정적이에요でもその時に平安を持つ秘訣は何でしょう근데그때평안을유지하는비결은뭘까요自分の手の中に자기손안에ドロー4という無敵のカードがあればドロー4라는무적의카드가있으면아とか아라든지아とか言いながらも말하면서도아아이렇게말하면서도心の中では마음속에서는回ってこい回ってこい빨리돌아라빨리돌아라回ってこい回ってこい아빨리돌아빨리돌아そしてドロー4をバーンと그리고ドロー4를팍내는것입니다잡아미로또잡아봐라そしたら次の人が그러면다음사람이リバースって置いたんです리버스라는걸또냈습니다自分に戻ってきたんです다시나한테돌아온것입니다私たちには미코이에스という絶対的エースがいるということを知ってますか우리들에게는아들예수님이라는절대적인에이스가있는것을알고계십니까파울로というクリスチャンはこう言いました바울이라는그리스도는이렇게말했습니다患難を喜んでいる환란을기뻐한다
患難を喜んでいる。患難을기뻐하고있다。患難を耐え忍ぶんではありませんか？患難은견디는것이아닙니까？どうしてパウロは患難さえも喜んでいます？어떻게해서바울은환난조차도기뻐하고있습니까？と告白できたんでしょう。그렇게고백할수가있었겠습니까？あらゆる境遇に対処する秘訣を私は心得ている。모든상황에대응할수있는비결을내가가지고있다。미코イエスという絶対的エースを持ってるんです。아들예수님이라는절대적인 エースを가지고있는것입니다。今日本では、アマゾンっていう大手通信、通販のサイトがあります。지금일본에는아마존이라는이제그이통판한국에도많이쓰네아마존한국에도있죠아마존네이마니혼노아마존데나니가売れてるかって全部わかるんですね이지금일본의그아마존을보게되면뭐가잘팔리는지를알게돼요誰が今何を買ったか全部統計で持ってます누가무엇을샀는지를전부통계로가지고있습니다その中で売れ筋のものにトランポリンっていうのがあった그때잘팔리는것중에서트럼플린이라는게폴린이라는게있었어요한국에트럼폴린하얏대마스한국에서이그트럼폴린이이제그유행합니까이렇게바짝바짝뛰는거있잖아요半径 1.5 メーターぐらいで반경 1.5 メーター정도의것으로家でトランポリンするんです집에서이제이트럼폴린을하는것입니다むちゃくちゃ売れてるんです엄청나게팔리고있습니다特に女性に특히여자한테どうしてか왜그런지아세요一番ダイエットに効くんだそうです가장다이어트에좋다고합니다これがいいんだって이것이좋다고합니다脂肪が一番燃えるって지방이가장태워진다고합니다소비된다고합니다今アマゾンをクリックしないでね지금アマゾン클릭하지마세요それが売れてるというニュースを読みました그것이팔린다는이야기를들었습니다家の中で飛ぶんです집안에서이렇게뛰는것입니다まあせいぜい1メーターかぐらいでしょうね1メーターも飛ばないかな50センチ60センチ飛ぶ1メーター50センチ60センチ정도겠죠ところがオリンピック競技のトランポリンをする人たちは그렇지만올림픽경기에트램폴린을하는사람들은10メーター飛ぶんです10メーター정도를뛰는10メーター10メーターマンションの5階맨그이아파트의5층そこで飛んで거기뛰어서くる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 땡글땡글돌아가지고파いや努力と訓練によって飛べるようになるって素晴らしいですよ努力과훈련에의해서이렇게뛰게될수있는것은굉장히훌륭한겁니다皆さん努力と訓練でできるようになることはたくさんあります여러분努力과훈련으로할수있는게많이있습니다大事ですね중요합니다でも그러나このトランポリンで이트럼플린으로폴린으로月まで飛ぶことできますか달까지뛸수있어요全くできません전혀불가능합니다月見行ってくるねパー달에갔다올게팍私たち人間が神に到達すること神に会うこと神と共にいるようになることは人間の力では到底できないんです우리인간의힘으로하나님에게도달하는것하나님과만나는것이와같은것은도저히불가능한것입니다トランポリンで月へ行くより難しいことです。トランポリン으로달에가는것보다어려운것입니다。泳げる人いますか？수영할줄아는분계십니까？ 100m？ 100m？ 1 km？ 1 km？ 10 km？ 10 km？ 아 10 km すごいね。아 10 km 는굉장하죠。でも韓国からアメリカの西海岸まで泳げますか？근데한국에서미국의그서해안까지수영할수있습니까？泳げません。もう불가능합니다。人間の努力では及ばないんです。인간의노력으로는미치지못하는것입니다하나님과우리와함께스모도사れたんです하나님께서는우리들과함께거하고자하셨습니다미코의영광의輝き하나님의素晴らしさ하나님의高さが分かれば分かるほど人間は神に恐れを抱きます아들의그하나님의그이높으신과영광과그이와같은것을알면알수록사람들은그두려움을느끼게되는것입니다だから2章があるんです그렇기때문에2장이있는것입니다この高い高い神が이높고높으신하나님이미츠카이よりも低くなられた천사보다도낮아지셨다これが2章のテーマです이것이2장의테마입니다見つかいよりも高いところにおられる神が
천사보다도높은곳에계시는하나님이미스카이よりも低いところに来られたばかりではなく천사보다도낮은곳에오신것뿐만아니라人間となられて사람이되셔서地の奥底まで下ってくださった땅의속까지내려가주셨다これが巫女の思考性です이것이아들의지구성입니다この巫女を私たちは持ってる이아들을우리들이갖고있는것입니다このことを覚えましょう그것을기억합시다2回目はこれで終わりにします자두번째는이것으로마치겠습니다